みどりへ。今日からお弁当をパパが作ります。彼女の絶品弁当夢だった。本当？うん。え、大津さん弁当作ってんすか。うん、すごいっすね。パパが作る？作るならちゃんと作ってよ。覚えたての鏡の。あっ。一生。くっそ。ないね。いつも。女子高生のお弁当っていうのはね、もう可愛くなくちゃダメなの。今日の弁当期待しててな。母にもらったこの名前をいつか綺麗に咲かせたい。美味しかったよ。し、受け継いだ名前を。パパのお弁当は世界一。いつか